たアレミウソウル、はい、シュートだー、先制点はガンバ、特に4得点は清水、そして今日誕生日の村田、シュート巻いていく、ボレー決まった、伊東純也今日2ゴール目、2対0、素晴らしいハーフボレー、巻いてくるボール、パンチング、シュートを狙っていった、すごい決まった、先手を取ったのはレイソル、伊東純也が決めました、素晴らしいシュートでしたね。